あら、また新しい場所に出たみたいね。ここって君の記憶の中だったよね。ええ、そうよ。でも、どうしたの？これは私の記憶のはずなんだけど、全く知らない街並みなのよね。もっとも断片的な記憶でしかないから正確なことは言えないのだけど、千年も前の街がこんなに栄えていたとはとても思えないわ。確かに千年も遡ったって感じじゃないね。どうなってるのかしら。これは本当に私の記憶であれば、断片だとしてもどこか見覚えがあっておかしくないのに。なんてここで考えていても仕方ないわね。もう少し歩いてみましょう。それもそうだね。ところで聖域から出る方法なんだけど。改めて私に説明させるつもりかしら。まったく、レディーをこき使うんだから。いい？聖域の中心には核があって、それが魔力を吸収しているの。それを壊せばこの空間から脱出することができる。ああ、それは分かってるんだけど、その中心に僕らは向かってるの？そうね。先に進むには誰かさんの記憶を終わらせる必要があるのだけど抜け出せるのかしら。あら、あなたでも不安そうな顔をするのね。君、楽しんでるでしょ。不安というよりは、めんどくさいことになったという気持ちの方が強いんだよね。めんどくさいだなんて素直なのね。女の子の前なんだもの、少しはカッコつけてもよくないかしら。ま、でも私、あなたのそういう素直で飾らないところ嫌いじゃないわよ。ありがとう。ねえ、それにしてもやけにお店が多いわよね。カフェにレストランにおしゃれなブティックまで。私がいた町なんてせいぜい町の中心にお店が 2,3 軒あればいい方じゃなかった？さあ、それは僕にはわからないけど、ここも普通の町だと思うけどな。あなたにとっては見慣れた光景ってことね。まあそうかな。ああいうカフェでお茶したりとかも？ああ、マグロナルドね。結構よく行くよ。マグロサンドが癖になるんだ。あれは？あれもお店よね。何を売ってるのかしら。三角形の上に白い丸？なんだか随分幸せそうな顔をして舐めてるわね、みんな。アイスだね。冷たくて甘いお菓子って言ったらいいのかな。そんなに美味しいのかしら。食べたいの？え、別にそういう意味で言ったんじゃないわ。ただそんなに美味しいのかしらと思っただけ。そう？ならいいけど。あれって歩きながら食べるのが正解なの？みんな歩きながら食べてるわよね。子供たちもみんな。まあそうなのかな。歩きながらでも食べられるよみたいな感じかな。じゃああなたも歩きながら食べるのね、あの子たちみたいに。まあしたことくらいはあるけど、こんなこと聞いて面白い？ええ、面白いわよ、割と。そんなに気になるなら行ってみる？え、それはやめておくわ。何があるかわからないし。あ、こら、走らないの。
あなたもごめんなさいね。お洋服大丈夫だったかしら。ええ、平気みたい。気にしないで。すみません、本当。あの子はバイオレットさんと別人か。似てなかったし。驚いた。ん？ぶつかられるとは思わなかったわ。の割にはなんか嬉しそうじゃない？そう？そうかもしれない。綺麗な街だわ。え、急にどうしたの？だってこんな景色初めてなんだもの。街の中心にある噴水もおしゃれなお店も出歩く人たちの笑顔も素敵じゃない？生きてる人間がこんなにたくさんいて、しかも私にひどいことをしてこないんだもの。変なことに感動するんだね。だって普通に歩いてても誰にも何も言われない。歌でも歌っちゃおうかしら。それはさすがに変な目で見られそう。じゃあダンスで我慢しようかしら。あなたも一緒に踊る？うん、遠慮しとこうかな。ん？あれ、あの露店って。あら、どうかした？あ、やっぱり前に見たキーホルダーだ。キー、何それ？この飾りのこと？ふーん、これって英雄オリビエの剣と魔人ディアボロスの左腕を表してるとか、そんなところ？ということはここってやっぱり千年前の景色ではありえない。つまり私の記憶とは違う気がするわ。つまりここは僕の記憶なら、ここは聖地リンドブルムか。へえ、ちょっと納得したかも。核の機能を考えればそういうこともありうるかもしれないし。それならあなたはこの街をよく知ってるってことよね。詳しいってほどではないけどね。一応知ってはいるってくらいで。せっかくだもの、少しエスコートしてくれない？千年後の世界に興味があるの。早くここから出た方がいいんじゃ。まだ歩き回るつもり？そんな迷惑そうな顔をしないの。ここがあなたの記憶ならあなたのエスコートで脱出できそうじゃない？そんなにうまくいく？じゃあ私一人でフラフラしてきちゃおうかしら。はぐれたらどうなると思う？さあ、全くわからない。ほんと、少しだけね。じゃあとりあえずあっちに。こういう時はお手をどうぞって差し伸べたりするものじゃない？迷子の子供相手にだったらするかもね。まあいいわ。それじゃあ行きましょう。初めての千年後の世界へ。